こんにちは。幸福の科学でございます。大川隆法さんがお亡くなりになって、あんまり話題にならなくなったような気がするんですけども、やっぱり大川隆法さんは、エルカンタールだったんでしょうか。肉体を失ってからというもの、その霊の力もなくしてしまったんでしょうか。しかし、こうやって、信者の方、まあ、会員の方ですかね。私のところに定期的に、ブロシュアーを届けてくださっています。はい、えー、今日の動画はね、 その話とはあまり関係ないんですけども、ナミさんから送っていただきましたあーメールにですね、2つの URL が添付されていましたけども、いずれも配信が朝5時、もしくは6時ということなんで、今すぐ見ることはできません。ですんでね、返信動画何にしようかなと思ったんですけども、つかみはこの幸福の科学で、そして2つ目はね、まあ信じることについてお話ししようかなと思います。まあ、真は力なりなんて昔から日本人は言うものですけども、その信念という言葉もありますね。 強く念ずるとそれがあ現実になるっていうことですけどもあれっていうのはね人通力のような神様が何かね力添えをしてくれるようなそんな錯覚に陥るんですけども信じることっていうのはどういう効果がもたらされるかっていうとやっぱりこう究極の選択の時にね自分がこうありたいと思う方を選ぶその積み重ねが結局信じたことを現実化させるもしくは現実に近いところに自分の身を 持っていていいくれるんではなかかろうかと思いますね、まあ、ビジネスでお金を稼ごうと思っても自分が自分に対して疑いを持っていればねなかなか稼ぐことはできませんしうまくいかなくなった時にやっぱりなっていう気持ちになるんですよ。そのやってみて駄目だったことをやっぱりなという肯定することこれがねいわゆる変なサイクルに入ってしまってやっても無駄だとやってもしょうがないんだったらやらない方がマシだっていうふうにどんどんなってしまうんじゃないかなと思いますよね。 でも、信じる力がある人っていうのは、やってみてダメだったら、あ、これは成功するために必要なステップだったんだということで、どちらかというとね、前向きに捉えるんですよね。失敗という経費があるから、成功という売り上げにつながるっていうふうに、まさに解釈できると思うんですよ。まあ私も FX やっていて、多くの方がロスカットを繰り返してやめていくんですけども、そもそもロスカットが出なければ、やめる理由ってなくなるんですよね。だから私は、まずは、ロスカットがなくなるようなトレードを、 おすすめしてますね。ロスカットがない、ロスカットがない、ロスカットがない。でも、10回に1回ぐらいはロスカットが出ますよと。でも、その間に2回3回と、利確ができていれば、勝ち越せるわけなんですよ。で、勝ち越しのポイントってのが、確かにいくつかあります。具体的に言うと、毎週水曜日は必ずトレードするって決めてみてください。他の日はやらなくていいです。見なくてもいいです。水曜日だけ。そうすると、まず水曜日は勝てるようになるんですよ。 で、水曜日に地震がついていったら、例えば木曜日もやってみるとかね、反対側の火曜日もやってみる。こんな感じで、週に1週間のうち5日間トレードするチャンスがあるんですけども、そのうちの月、火、水、木、金のうち、月と金を取り除いた間の3日間ね、まずはここを攻略するようにすると、1週間のうち7日間のうち3日エフェクスをするだけで、利益を積み上げることができるんですよね。 でその結果が毎月3万とか5万の利益になるとしたら月曜日と金曜日もトレードするようになるとねどうなるかっていうと軽く見て倍なんですよつまり5万とか10万の利益を積むことができるんですよ、まあ、こういった設計図を書くことができれば信じる力がプラスアルファで増していくんじゃないかなと思いますそして肝心な要素は他にもあります例えば基礎用語を覚えていくことなんですよねその基礎用語ってのは自動的にそれが作り上げられたものではなくって一つの言葉の中に 経験とか知見とか勝利者の遺言が込められてるんですよ。まあですんでね、たった一言、利確」っていう言葉がありますよね。利益確定です。これも、利益確定を利確というための言葉の使い方があったわけなんですよ。それは誰かが誰かに、こういうふうにやったら利益確定するんだよ、利確するんだよってことを何回も何十回も何百回も伝えていく中で、理覚っていう言葉になっていったんだと思います。まあ、含み益ってのもありますよね。 通常の暮らしでは含み益なんんて使いません、まあ、専門用語なんですよ、これですら。含み益ね含み益を利確利益確定する。これ一つをとっても、FX で勝てるかどうかの境目になってきます。含み益があったんだけども、結局、損切りになっちゃった。こういった経験ある方いるんじゃないかなと思います。逆に、含み損があったんだけども、利益確定できた。ね。こういうのもあると思います。こういうの全部専門用語なんですよね。専門用語をいくつか知ることによって その道のプロの意思に触れることができるんですよ。もしくは、敗者の悔しさという意思に触れることができるんですよ。だから力がついていくんですよね。で、私がね、FX のベ,ランベテランと言われてる方に、この7、8年で何人もお会いしてきましたけども、30分たりともね、私と同じような会話ができた人はいません。なぜなら、そのぐらい、FX で必要な、投資で必要な専門用語をほとんどの方がやってなかったんですよ。結果、その人たちの実績は嘘だっていうふうに私は思いましたね。 ですので対談に呼ぶのに値しないと思っていまだに対談に呼べる人がいないんですよね FX のツールも同じですあのいくつかのツールを使わせてもらいました、まあ、全部インチキでしたインチキなんだけども100人200人使っていればたまたま結果が出る人が数人生まれるんですよそれをもってこのツールは正しいものなんだっていうふうに信じたくなる気持ちは分かりますけどもそういうもんでありませんツールを使ってね 100人のうち数名しか勝てないんだったら最初から裁量できちんと学んだ方が勝率は上がりますし大体そうですね5割以上の方がちょっっとやっただけで勝てるようになるるんですよよ勝てるようになればあとは積み上げる金額の話になってきますロットを積みますだけになってきますんで大きな収入につながることはねつながるんですよね、まあ、その時にまた精神力というものが必要になってくるんですよね結局精神力っていうのは自分を信じる力です そして自分が自分を信じるためのことをやっていたかどうかってことにもなりますね。今回はそんなところで話をまとめていこうと思います。それではお疲れ様でした。